はい、冒険家の皆さん、こんにちは。このビデオは、JFND の行動中心アプローチのビデオの、3週目になります。3週目では評価についてお話をしたいと思いますね。このスライドからいろいろリンクが貼ってますが、このスライドを開けたい人はこれを見てください。で、今回のビデオはこういう内容になっています。最初にまず今日の目標のところからお話ししますね。今日の目標は、日本語を使った特定の行動の評価ができるということですね。知識とかじゃないです。行動の評価ができるということです。で、まず最初に、まだ授業の方法とか、やってないのに、どうしてその授業の教え方の前に評価なのかということです。お話しますと、これね、よくある問題、とてもよくある問題なんですね。で、よくある順番としては、こういう順番でテストを作ることがあります。最初に目標を決めて、で、その目標のために一応教えるんだけど、教えた後でですね、じゃあ試験しなきゃって言って、試験をすると、ここで教えた内容のことを振り返って、そこに出てきた単語とか漢字のことを試験しちゃったりするんですね。で、そうすると、会話のクラスの試験なのに、その会話文をプリントして配って、で、その会話に出てきた単語とか漢字をですね、紙のテストで試験するとか、評価するとか、そういう、全然目的と評価方法が合っていない、同じじゃない、そういうことがとてもよくあります。これを防ぐために考えられたのが、このバックワードデザインっていうのですね。これ1番目は同じです。目標を決めるっていうことですね。だけど2番目が違うんですね。2番目は教えないで、教える前に、テストを作るんです。要するに、この1番の目標を達成したかどうかの評価方法を考える。つまりテストを作るんですね。その後で、このテストに合格させるために教えるという、こういう順番を取ります。これはバックワードデザインと言われています。で、よくですね、先生が学生のことをね、こんな風に言っていることがあります。あの学生はね、テストだけできるんだけど、全然実力がない、全然日本語が使えないじゃないですかって、そういう風に言ってる先生がいますけど、それはその学生が悪いんじゃなくて、先生が悪いんですね。そのテストを作ってる、そのテストの作り方が悪いんです。実力を評価するようなテストだったら、こんなことは起きません。じゃあですね、そのテストがいいテスト、つまりいい評価方法と悪い評価方法っていうのは、どういうふうに考えればいいんでしょうか。今ね、ここに3つ挙げてますけど、この行動中心アプローチでは、この3番目はあまり大事ではないので、1番目の妥当性、2番目の申請性、これだけを、このコースでは考えてみてください。この妥当性というのは、評価すべきものを評価しているかっていうことです。さっきの例だったら、会話力の、授業で、会話の授業のテストで、会話文の読解テストみたいになっちゃうことがあります。これはその読解力のテストだから、会話力のテストではないですね。妥当性がないです。それから、行動中心アプローチはいつも必ず、CDS、CAN do ステートメントが目標になっていますね。なのに、定型を使ってないから、食べてとか書いてとか言ってとかですね。そういう定型を使ってないから、マイナス、減点にしますとか。そういうのも、妥当性がないですね。それから2番目の申請性は、実際の場面に近いかどうかっていうことです。もう、例えば最近はスマホでね、辞書を見たりすることができますし、DeepL っていうその、自動翻訳もとてもいいのがありますね。これを使わないで、各試験だけやっても、それが本当にその人の、日本語の、行動ができるかどうかは、それは、試験することはできませんよね。なので、こういうのを全部禁止して試験したら、これは申請性がないからダメということです。それから、例えば、WhatsApp とか、そういう、Facebook とかですね、そういうところに書くという、そういう行動、をテストするのに、手書きでやらせたら、それも違いますよね。WhatsApp とかだったら必ずキーボードを使っているはずですから。キーボードもね、パソコンのキーボードかもしれないし、スマホのキーボードかもしれませんけど、手書きではないですから、これは、申請性がないからダメです。次のビデオでは、じゃあ実際のパフォーマンス評価っていうのはどういうものかについてお話をしてみたいと思います。それではここまでになります。フィルミネゲー。